ダーダーダー、いやー、いいね、人すぎんか、ダーン最近ね本日はね、皆さんお待ちかねの使ってみた企画ですね。はい、本日の使ってみたは吉田正樹選手。いやー、来た、この前撮ったばっかね。まあ、そちらを使っていくんですがね、ちょっと皆さんに報告があります。はい、ガチの寝起きで、アップやりまして、はいはいはい、動画も撮らず、鳴らしのリアタイ、一戦だけやったんですけど、QO が球審の方来て、連勝ストップしました。結局何連勝だっけ。25とかだね。あ、25ぐらいで終わった。球審来ちゃった。動画でしか最近も時間がリアタイできない。まあまあそうだね。久しぶりにとりあえず負けたらやばいなと思って、はいはい、いい試合取らなきゃのはあった、まあ、今から取るんですけど、いい試合取らなきゃなと思って鳴らしてたら普通に 2-0 かなんかやってました。まあ、20以上いったらね、連勝チャレンジの方がやりたいと思います。はい、ただちょっと最後の方は戻ってきてたんで、はいはいはい、多分いいの取れると思います。なるほど。レッツゴーということで、はい、極みなとピカさんでございます。早いね、極みにする。このフォローするね、頑張りましたよね。プロスピ先輩 YouTuber の方ほど早くはないですけど、まあ、はい、一般人じゃなかなか早いから。いや、早いよ。そうだね、急いでやりましたんで、はい、まあ、リアタリ入るからね。はい、まあ、一応全部極みになってるんですけど、うん、先輩たちと違って特殊能力が全然上がってない。あ、そうだ、特殊まで行くと結構マジできついからね。うん、まあ、これはしょうがないの、うん、で使ってみたって感じなんで、まあ、なるべく打順よく回してて2番、はい、で本日はスタメン出場。なるほど、なるほど。ということで、まあ、ホームラン終わるまでは終われないかなって感じですね。下手しちゃうでしょ、まあ、下手したらね、連勝止まったんで、うん、めちゃめちゃ負けるかもしれないですけど、うん、ということで吉田正尚使ってみたシリーズスタート、ゴー。やってまいりました。はい、わしじゃよバーサス鉄人3位ぐらいかな。あ、高いね。バカ打ちにくいからやばい。泣くからね、増えてんだよこっちは。まずこの、ね、環境がやりづらい。置かないってやつ。確かに手じゃん、手で持ってる。そう、これやりづらいよ、でかいし。うん、おっ、詰まっやばいやばい、やばいリボンと変わらないって言われちゃう。いや、大丈夫、それはない、それはない。さあ、注目のね、ティカさんです。はい、大丈夫。これ打たないと企画成立しないんで、一応ティカさんのね、応援歌はあれにしました。おザナイトしました。ザナイト、まあ、1打席目はね、まあまだまだ何喋るか考えてないのに打ってた。うわ、よっしゃー、打っちゃねー、さすが正義の主将持ちやつ。うん、ディクソン俺不得意でもないんで。あ、そうなの。さあ、4番のりよー、取られるやつだ。あー、うわ、入ったバット投げのね、あれあるのに取られるんですよ。さあ、負けるかもしれません。大丈夫、一回刺したらしい。刺しましたね。これ負ければ、このね、動画もカットになるし、喋ってることもカットになる。AV です。水の泡ですね。セービアね、ピッチングがね、マジで強い。本当に、まあ、そこはね、そう、俺ね、配球シリーズっていう動画撮りたいの。おー、結構ね、選手によってはめちゃめちゃ配球自信ある選手ね。はいはいはい。さあ、次坂本さん。うん、縦すらね、振る人はもう絶対見極めらんないんで、縦すらめっちゃ引っ掛けますよ。あー、おっしゃ、今のはフォークの落ちる高さからワンシーン。おー、フォークいやらしいやつね。いやらしいやつ、いやらしいやつなの。さあ、サムラさん、さあ、打たないと無駄になるんで、この1日。早起きした意味がない。確かに。行くぜ、おらー、やばい。ナイスワンジ、ナイスワンジ、ナイスワンジ。俺にしたらしょっぱすぎない。確かに。さあ、強い。おい、ナイスバッティング。よく打てる、そこ、マジで。今、絶対反応出たでしょ。さあ、隼人さんです。はい、もうこれはありがたいな。なんか、俺得意、得意っていうか、不得意じゃないけど、まあ、勝ってなかったんで。うん、やにしだ、やにし、タイピン、やにしだ。悪いぞ、音量さっきじゃん。うわ、マジか。これなんだよね。マジでなまってる。やばい。しかもさ、ワンアウトになりましたが、なおもチャンス。
ごちんなスラーブのでかいのやばいな、好きじゃん。なるほど、そうですね。おっしゃー、今のは俺のちょっと反応した。見てるだけで先生ナイス、あ、先生さん、早いマジでしょっぱいわ。ボツでいい。ダメダメダメ、こんな 1-0 で勝っても俺乗せらんねえぜ。あ、そうだな。フッパーじゃあ、まあ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 、打撃はあんま強くなさそうですね、うん。さあ、振るか、縦スラ、よし、振るね。あれ、見極めらんない人はもうマジ強い。マジえ、マギーってそんな強くなの。ほう、99キロ。そうです、最初99キロだよ。さあ、新選手、中川バーガー、やばい、怖い、やばい、この強いはいいかも。あいかれたちゃんといかれた。さあ、抑えないとあの負けます。確かに2ウルだもん。2連敗はまずい。1しかちょっと、やばい抑えないとやばい。ちょっと、投下します。投下しますか。リクソン返し。リクソンにはディクソン。うん、よし、まっすぐで、はい、お願いします、詰まってください。リーダーと思って、よし、あなんツナと思った、ね、うん、多分ツナだったね。また交代か、誰、うわぁ、いい、来たね。ネロね、うん、ネロさん、僕その人得意だよね。あの、不得意じゃないです。あ、じゃあネロ、あぁ、うぅーし、全部 A です、これ。あー、見上げだね。アイスー、おぉー、アイスー、ないわ、ないわ、疲れたの出ないわ。マジです、でかいね、ほんとに。これさ、突き放します。よっしゃー、バーイ、言い当たりすぎた。チャンジャー、ルーよすぎだろ、引きまくって。よっしゃー、ナイスですよ、アイデア。ゴー、これはいったね。これはもう無理です。もうないからね、残念ながら。おい、おい、おい、すー、バットが地面にボーン。気持ちがつきた。そうだね、ここ下だってスカッとしてきた。はい、はい、すあれって何だよ、急だよ、人変わってる。さっきまで言ってしかなかったんでしょ。おいっすー、あー、でも、もう多分ちょっと諦めてるんだけど、ピッチャー帰ってこねえよ。さっきも知らない。あ、やばい、はいはいはい、もうピッチャー伝えない。変えた方がいいでしょ。何投げたりか分かんない状態だよ。うっすー、え、取る、うわー、守備位置いいとこ取っちゃって。さあ、守るだけですね。そうだね。お、正中返し。企画知ってる？ディクソンにはディクソン、ティカにはティカ。すごいじゃん。はい、このマッチクルカーブある高さでね。あ、ティカすげえ。ティカすげえ。でもすごいね、ティカーブ初見取れてすげえっていうか。自分持ってるピッチャー分かるからね。うん。なんとなくね。やば、たまっ。あ、オッケー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 。まっすぐいいな、もう。まっすぐ振らないでしょ、どうする。おー、めっちゃ鋭い当たり。めちゃくちゃ鋭い当たり。さすが達人3位といったところで、うわーさあ、あー、カブト達人、はい、ピタピタ、マジでやっぱ読ませちゃいけないからね、ビビらせないと。よし、急にね、ないボールに来るってやっぱ増えるからね。じゃあ、引っ掛けろ、引っ掛けろ、やばい、おめー、最後は力取って終了。はい、はい、そっけー、一勝しましたんで、はい、このまま2戦目いきます。はい、レッツゴー。さあ、2試合目です。はい、もうティカで打ちます。そうだね、もう打って締めよう。ホームラン打って締めます。はい、強化前でしたね。はい、さあ、ポケモンテーマソング引き下げで、あーあー、いや、今のちょっとそうなるよ、今のところは。ティカさん、ここ全集中すればいいだけです。はい、そういうもんかっけえな。おじゃあ、いっくいただきました。失礼しました。初球だったね。よかったね。まあ、ブランクでね、ちょっとやばかったけど、次の2試合目、さっきの試合で、感覚戻りました。いや、よかった、よかった。やばい。まあ、でも、もう、まずは達成だな、とりあえず。あと、勝つだけだから。はい。うわぁ、まあ、強いな、松井さん。いや、エグいもん。わかんないもんね、本当に投げて。松井も、菅大輝が三振するわけだわ。これ、三球三振だ。ちなみに、今、リアルの話してます。あ、そう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 。リアル。
プロスキージャンクだ。彼は意外と野球すごいです昔ね、はい、今リアルな話してました、はい、先発はウィーノさんですね。はい、オルノウィーノから、まあ、2点は取られないでしょう。うん、本当に打ちにくいから、ガチでえぐいから。このはい、まあ、前も動画で言ったんですけど、ウィーノさんはまず、ツーシーム打てるのかチェックから入ります。はい。で、ツー連発したところで、こちらですね。あー、まあ、これであんまり慎重打法っていうのが分かります。うん、あんま打ってこない。打ちました。まあ、2狙ってるけど捉えきれてもないんで。あー、なるほどね。捉えたら変にまっすぐ投げて事故る方がちょっと怖い。うん、はいはいはい。まっすぐもピタピタで、あばいよ。見えてんだよ、ね、うん、多分。おっ、危ねえ、見えてる、危ねえ、見えてる、危ねえ、見えてる、これ点取れて危ねえぞ。一回で分かったけど、まっすぐの比率が多い。確かに。はい、芝系と思います。はい、ダメ。マジで打つのスライダー。いや、ここにカーソル来たらこれだろうなっていう、もう経験値である。ちょ、えってえって嫌がってしきる。何俺、1でも待ちますよ、もう。ティカのホームランあるんで、勝ってきれいに終わりたいんで、うん、おっしゃ。おー、ほんといいね。カモン、まっすぐ。お、ちょ、あーっ、オッケー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 。走れ、走れ。最近、坂本さんもめっちゃ俺打つんだよ。打つんだ。めっちゃ打ちやすい。おいすごい、おいすごい、おいすごい、ゾーン、ゾーン来てる、ゾーン。なんかちゃんと打ってんだよね。パン。マジ？なんかね、めっちゃ打ちやすいんだよ。ギータと変わって2番に置こうか迷ってます。へぇ、もう今日はティカ使ってみたら、ティカ2番なんですけど、普段はギータが2番なんで。おお。坂本さんちょっと上位に上げたいぐらい打ってる。ぜひ上げてください。じゃあ森さんも打とう。坂本さん、よし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 。来た、このスレ。あ、入った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 。入った。ガチはすごいんだ。うん。あ、今日キャピターがね。7人目のバッターになります。あっしー、松井のスレが結構きついね。まあ大丈夫です、1本打ったんで。まあ確かに。いやー、リッチャーさん締めてくれるね。いや、もうみんな気持ちいいな、やっぱ打つと。さあ、当ててね、強制コールドです。うわー、まあでも、この回ちょっと抑えよ、次はね。これが、あのね、本物の猛者と猛者じゃない方の分かれ目です。はい、強制で決められない。まあ、相手もリッチャーさんだからね。さあ、俺のこの、殿下のこと、あ、高い。あ、ちょっと殿下のこと。これ、1球で決めなきゃダメなんだよな。くれ。あ、ダスー、まっすぐ配球。俺この配球見て知ったからね。やられて知ったから。配球うまっ。マジでまっすぐ投げてきないから。引っ掛けて、引っ掛けて。うまいや、うまいよ。めぇ、よかった、黒いやつがあって。声援を使ってみた企画もやりたいんですよね。ねぇ、さんね。そうだね、大体迷っちゃってるから、今も。ボール球振らせるよ。はい、詰まったヒットだね。パワーそうないし、なしやね。パワー、パワー、やべえ、俺の運命の人が。あ、本当だ。まあ、抑えずに回しちゃった。なるほど。あ、ラッキー、ラッキー、ラッキー。あ、さすがに、あ、はいはい。何今、やばいな。プロスキーたまに挙動不審になる。さあ、ツアーズです。あと1人で。あ、その先。うわ、いつもいじめすぎる。それがね、福良さんの猛者界隈ですよね。簡単に終わらないんですよ。どんだけこの1球のストレイクが大事か。間違いない。はい、この、何も頭にないですよ。さあ、曲げまくってるよ。はい、おい、頭やるか、これ。よっしゃ、よっしゃ。はい、勝利しました。強っ。ナイス、ナイスゲーム、ナイスゲーム。ということで、無事、はい、終わりました。いや、お疲れ様。素晴らしいな、素晴らしかった。2試合ともいい試合でしたね。うん、ちょっとね、不甲斐なくね、動画外で勝手にプライベートでやって練習止まったんですけど、うん、そこでちょっとね、メンタルやられてたんですけど、はい、まあやっぱちゃんと打てるとね、なるとやっぱ楽しいですね。うん、まあそうだね。まあホームラン打てたんでね、はい、まあよししましょう。はい、で、まあ多分言ったか忘れちゃいましたけど、森さんのところが、うん、田淵さんに代わる予定なので、はい、田淵さんの方も、使ってみた、そのうち上げたいと思います。はいはいはい。ということで、使ってみた曲楽しんでくれた方、チャンネル登録がよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、次の動画でお会いしましょう。バイ。